心診療所チャンネル。ご質問にお答えします。今回は重ね着症候群は治りますかについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回お受けしましたご質問は重ね着症候群は治りますかになります。シンプルなお答えとしては部分改善が目標、さまざまな角度で対策を取るということになります。この重ね着症候群とはですけど、シンプルに言えば発達障害プラスメンタル不調になります。発達障害、傾向も含めたものを背景としまして、さまざまなメンタル不調を重ね着するものになります。狭い意味での重ね着症候群の定義としては、未発見の IQ85 以上、知的障害や境界知能がない広発性発達障害、今でいう自閉症スペクトラムの方に関しまして、うつ病や不安障害などさまざまな精神不調を合併したものということになります。臨床的な意味でより深く取りますと、どこまで広く取るかという定義はあるんですけれども、未発見の発達障害、グレーゾーンを含む方を背景にしまして、慢性的なストレス、不適応などがあることを背景としまして、さまざまな精神不調が合併するものというふうに言うことができます。この精神的な症状というのはさまざまなものが合併するんですけれども、代表的なものを2つ挙げると、まずはうつ病、社会不安障害などの薬が効くタイプの合併症、もう一つの合併症がいわゆるパーソナリティ障害、薬がなかなか効かないという続くものになってきます。治療としては病態が非常に重なっているので、なかなか特効薬はないというのが現状になります。その中で治療の3つの順番というのを見ていきますと、まず1番目はうつ病等への治療ということになります。抗うつ薬などのもう治療をしっかり行って改善を図るというところ、2番目としては発達面への介入ということになります。ADHD であれば治療薬を使ったり、特性の対策を取ったり、収録を支援などで考えていきます。3つ目としてはパーソナリティ障害の介入、ただこれはなかなか困難があるので、あくまで焦点を絞ってということになります。少し詳しく見ますと、まずうつ病の治療ということですけれども、これはうつ病などの薬の治療があるものに対して標準治療を行っていくということになります。これは脳の不調、うつ病であればセロトニン不足などに対しての改善を見込むものになります。ただし特性からのストレスやそのストレス反応というところに関しては残ってしまうということがあります。2つ目としては発達面への介入になります。特性と環境のミスマッチ、これに伴う慢性的なストレスと慢性的な精神不調の改善を図っていきます。まず工夫はしながらも環境を調整する、ストレスが少ない環境を模索していくと。その中でいわゆる就労移行支援のような、そういうサポートの通所なども選択肢に上がってきます。そして ADHD の方の場合は ADHD 治療薬で特性を少しでも改善することで、この二次的なものに関しても改善を図っていくのに一定の効果を見込むということになります。3つ目としてはパーソナリティ障害の介入になります。これは先ほどのうつ病への治療、発達面への介入と比べると効果はあまり期待しにくいものがあります。まずはこのうつ病の治療やったり発達面の介入をして、ストレスやうつなどの合併を減らして、結果少しでも傾向の改善を見込んでいくというところがあります。その中で例えば衝動的なものであったりとか、影響が大きいものにも焦点を絞って現実的な対策を取って計画して練習をしていくということになってきます。なかなか単独では治療を決め手を欠きますので、もう組み合わせて何とか対策を取っていくということになります。今回ご質問、重ね着症候群は治りますかというご質問になりました。重ね着症候群は発達障害にさまざまなメンタル不調を重ね着するように合併する状態になります。この中でうつ病などの治療で治るものも合併しますし、パーソナリティ障害のような薬の治療が難しいものも合併する、双方が合併しうるというところがあります。うつ病への治療、発達障害の介入、あとは問題行動への対策、この3つをその人の状態に合わせて組み合わせていきまして、現実的には部分改善、生活改善ということが目標になってきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。